ピン芸人のヒロ奥村です。はい、占い師の大石です。よろしくお願いします。お願いします。先生もう怖いです。7月が今日最終日です。すごく怖いですね。何の一言の断りもなしにそういうことをするかよって、ね、今日で終わる、あ、もうすぐ終わるよって言われてないじゃないですか。そうですよ、聞いてないよね。急に今日で7月終わりなんて言われても、はい、あっという間でございますけども、はい、どうすればいいんだ本当に。皆さん本当にね、暑さだけには気をつけて、お過ごしくださいませ。はい、さあ、それでは本日は占いワイドショーでございます。なんか久々ですな。久々でございます。はい、サル痘ウイルスが国内で初確認、日本に及ぼす影響はでございまして、日本国内で初のサル痘ウイルスが確認されました。コロナウイルスほどの感染力はないとされていますが、この先欧米や欧州から帰国する、日本人の方や旅行者が訪れるので、感染する人の数はまだまだ増えると予想されています。果たして、このウイルスによる日本に及ぼす影響はどの程度だと思われますか。そしてコロナウイルスとサル痘ウイルスの複合で、まん延防止措置や緊急事態宣言といった国民の行動に規制がかかるみたいなことあったりするでしょうか。お願いいたします。なるほど、すごいの持ってきたね。いや、あのね、これはもうみんな敏感ですから今こういうのは。まあまあまあ、そうですね。あの、もうコロナだけでも疲弊してるところへね。そうなんですよ。またかよっていうのが、確かにそれはあのね、あの個人的にも脅威だなと思っておりますが、はい、一応これまあ液を立ててみましてですね、卵液でございます。で、サル痘ウイルスを表すものはこれ、我々を表すものはこれっていうふうにまあ役割決めまして、両者の関係性で占おうじゃないかと思って見てみたわけなんですが、はい、まあね、もちろん占い全く分かんない方は何人いっぱい書いてあるんだと思いますが、大事なのはこの真ん中の6段ここにある部分でして、下にこう二重線引いてあるものが、ここのね、トラカンって書いてあるこれが、サル痘ウイルスだと思ってください。そして我々っていうのがこの背って書いてあるこれが我々だと思ってください。でこの両者の関係っていうのを見た時に、まず、占った今日の何月何日というこの日付からそこが強いか弱いかってまず見るんですけれども、はい、実はそのサル痘ウイルスがですね、月から弱い、日から弱い、というような状況なんで、まあ、ここに書きましたけど九州向きという言葉になってまして、うん、まあ弱くって、で木もなくなっていってというふうになって、ほとんどスカスカなんですね。だけど発動するといえば動いてるということで、まあ、活動力はあるんだけど、実は大したことなさそうだなっていうのがまずあるんですよ。まず一安心というふうにまあ思うと。で、ただじゃあ我々の方はもう大丈夫なのかっていうふうに考えますと、この過酷菌という日から酷されてるっていうのがあって、まあ、そのサル痘以前にね、もう本当にそのコロナで散々散々もやられまくっていて、社会ももう疲れ切っていてというのがこの酷という状態で現れていて、で、サル痘空母純空ってやつにも引っかかっていてというふうになっているので、このサル痘とは別に我々もくたびれ果ててますよねっていうのがこれあるわけなんですね。はいはいはい、ただ両者のこう関係から見たときにですね、もちろんその全く一人のなんていうかな、そのかかった人間もね、あの出ずに罹患者も出さずに終わるということはありえないわけですから、うん、もちろんそれはそれでその、まあ、かかってしまう方あるいはその被害を受ける方出るとは思うんですが、社会生活にすごく大きく影響するほどのものではないだろうという予想なんですよ。うん、そうだから、まあ、あの現段階の発表でもそのコロナに比べればその被害の程度といいますか、あのなんていうかな、その症状といいますか、まあ、軽微なものであるとも言われていますし、そんなにその爆発的に流行るかどうかというのが、まあ、それこそ占いの見るべきところなんですけども、なんかそう、あの広がりはするだろうけど動いてるからね、うん、だけどもともとがスカスカの中身ですよみたいな状態なので、まあ、あまりこう上がらなくてもいいかなと。で今回コロナ以上にやっぱり手洗いというのをすごい奨励されておりまして、あの接触感染だよと言われていますので、はい、マスクするのは飛沫感染だけどサル痘はなんか接触だと言われてますから、本当にまめにあの、ね、小学生みたいに手洗いよというやつですよね、うん、あれでいいかなと。で、コロナとの複合関連みたいなのもちょっと見てみたんですけど、あまりはっきりと出てませんので、うん、はい、なんか本当にこれはこれっていう形で、なるほど。でただ我々がもうすでにそのコロナでだいぶダメージ受けてるよねっていうところは出てますので、うん、こちらのコロナの方はしぶとくじわじわまだまだ残るのかなというちょっと嫌な感じがあります。はい、はい、ただサル痘によってもなんかその地獄絵図とかいう感じではなかろうという予想でございます。はい、ありがとうございます。はい、
もう名前が怖いんですよ、とにかく。なんかね、すごいなんかあの恐ろしい病気を想定し、あの考えちゃいますよね。もう本当にサル痘ウイルスってこれってやっぱ発見者がつけるんですかね、こういう名前って、ね、今きっとそうでしょうね、なんか動物由来っていうことでってことなんですけど、コロナっていうのもほら、なんかこう太陽のこの、あ、まあ、コロナの形にその、ね、似てるウイルスの形が似てるからっていうのでつけて、あれで本当コロナビールもう大損害。そうですよ、めちゃくちゃ怒ってると思いますよ。すごい、いや実際そうだったみたいですもんね、はい、何でもいいのに名前。そうだからなんかあのちゃんと正式にほら COVID なんとかとかね。そうでもみんなもそっちで呼ぶわけないですからね。もうみんなコロナコロナで、だからそういう意味ではサル痘はいいかもしれないです。これを冠した商品なんかあるわけないですから。サル痘か、はい、この党の字典もだってね使わないですから、多分きっと商品では。まあ首党の党の字はまず見ることないですからね。そうですね、党の字はね、猿のついてる商標ありそうや、ダメージ受けるとか僕あるかな。まあだからそういう意味ではまあ怖い名前もいいのかなってとこは。そうですね、はい、気付けるわけですから、まあ、普段ないのがいいという あんまり一般用語の用語ではないものの方がいいよというのは、うん、芸人さんの芸名と同じというやつですね。ああそうですね、確かに、はい、もうね、我々、まあ、調べれないですかね。みんなあの自分のこと大好きなんで調べようとするときに引っかからないっていう。私もだって錦鯉を検索したとき、昔もう本当に養殖してどうのこうの話ばっかりだったんで。今はでも出ますからね。出ますから、すごいです。すごいです。皆さんね、とにかく手洗いの徹底を引き続きお願いいたします。はい、先生、今日もありがとうございました。はい、以上でございます。それではまた明日もご覧ください。また明日。はい、また明日。